はやねえねえ、あなたさ、ママ宛てにさ手紙とかさ言うことない？あ、あるある。あ、尿検査以外のやつないよ。何って？尿検査以外のやつ。あ、尿検査はね、明日あるんやな。本当にない？本当にないな、もう。うん、わかった。また明日聞くでね。で、何やっとんなんた？自分作ったゲームとか作ったやつとか。兄ちゃん作ったやつ遊ぶ。いや、もう組み合わせがおかしい。もうあれな、数が足りねえ。とりあえずもうないらしいよ、パパ。怖いんだけど、それこんばんは。はや、ママにさ見せないといけないものとかさ、ママに伝えないといけないことってない？なんか逆に怖く感じる。ない？渡すかいとか、もう渡すものじゃなかったらなんか口頭かなんかで先生から言われてない？今ゲップしたやろ。怖いね。先生に何もと、YouTube だっけ？その時にこの紫色、じゃあ茶色の手帳じゃなくて、あれ封筒を渡して先生に渡した、ぐらい？ぐらい。そう、特にないってことね。ねえ、マジで怖いんだけど。あ頭ぶつけとる。じゃあいいわ。何？いや、大丈夫です。ちなみにさ、学校のパソコンって使えるの何時までやったっけ？8時までだけど、Teams とか、まあ、学びポケットおよび、リアテンダントなどは使えなくなるけど、他は全部使える。でも、基本は使っちゃダメってことになってるんだよね。はい、もうそろそろね。8時なんですよ。片付けてください。あ、やることないんだもん。リアン。あ、いや、まだあるよ。洗濯も干してくれてもいいんだよ。いっぱいやることもあるんだよ。じゃあね、バイバイ。頭ぶつけた。ゴンってやったの？何でぶつけたの？ストーブ。あ、ストーブでぶつけた。ゴンって。痛かったな。どこで食べる？あ、まだ準備してないけどね。ママ、せどいかもしれんけど、土曜日に授業参加あるやん、その時5時間授業なんだけど、その時の給食、弁当よ。それはママに言って。できたけど、明日も弁当屋でちょうど取っとるけど、何もパパ反応しにかったで。それをママに言うかどうかしないよ。じゃあ明日も弁当屋で自分で言ったで。忘れたかもしれんけど、授業参加の日、給食、知っとるよ。だから散々聞いてんじゃん、前から。ママに言うことないって。あのさ、今言う？ママ散々言ってたでしょ。ママに言うことない？忘れてないって。怖いな。ねえ、あなたの好きなものを入れてもらうためには今日までに言わなきゃダメだったんだよ。あなた言わなかったから。ミネトマトだけ、トマトだけは絶対ね。大丈夫、トマト買ってきてないから。トマトだけ入れてくれたけど、入れなかったのに。わかりました。はい。おはようございます。ということで、お弁当を作っていきたいと思います。ね、一人だとね、やる気がないの。前日に、いつもお弁当箱とか出すんですけど、出さないんですよ、あの子。今回は、もうね、彼のために買ってきたものはないです。冷凍庫の掃除します。はい、干しポテト。あの、月曜日カノさんのお弁当の日なんですね。スパゲティ、姫、多分これ早苦手です。勝手に。
切るタイマーがついたみたいですね。さあ、じゃあ詰めていきましょう。ママ、今日起きたか？起きた感じどういうの？コブとじっとるやん。そうそうそう、出さなかんよ。早く出さなって。ご飯食べ終わってかな。カブとってその何と戻ったの？いない大勢カブ。聞いて、私の話。おひなさんにカブとで、かぶらせんの。かぶらせんの。なんで おひなさんにかぶらせようとしてんの？おはようございます。トイレ行ってきてください。ママ行くよ、ね、ママ行くよ。お弁当の日なの？お弁当の日です。何のお弁当いたずらしないの？怒られるよ。朝から喧嘩しなあかんことになるよ。聞いとる？聞いとる。はい、お弁当完成しました。今回は冷凍庫の冷蔵庫の掃除をさせていてもらいました。お稲荷さんとお野菜、卵、あとは冷食ですね。さあ、じゃあいってらっしゃい。車一人走らないよ。あれ、ダンボールさんのとこじゃない？違います。あそこは牛です。牛小屋。このハヤそっくりです。ゴロゴロ寝たやろ、ハヤくん。ハヤノさん、ニーニーとやり合ったらいかんって。もうハヤ、はい、やめだって。もうあ、兄ちゃん、おっちゃん、もう一回直したい。兄ちゃん、直せ。アホ。兄ちゃん、アホ。一番兄ちゃん、汚い。はい、カノさん、どうでした？ニーニーの学校は。なんか優しくない。優しくない。ニーニーはどうでした？カンちゃんでいいだよ。私も。お化粧セットやん、カンちゃんの。お化粧までして学校行ったのにな。